イッソスの戦いで勝利した後、副官のパルメニオンがペルシャ軍の兵站基地となっていたダマスカスに進み、大量の財貨を接収しました。これによりマケドニア軍は遠征に出発して、以来の財政難をようやく脱することができました。この遠征軍の目的はアケメネス朝ペルシャ帝国を打倒することでしたので、イッソスの戦いの後すぐにバビロンに逃げたダレイオス3世を追撃する選択肢もありましたが、アレクサンドロスはダレイオスとの決戦のためには先に後方の安全を確保するべきと考えたのか、ペルシャ帝国の中心部に向かわずフェニキア、つまり地中海の東岸とエジプト方面の制圧に向かいました。フェニキアのほとんどの都市は王が艦隊を率いてエーゲ海方面に出撃していて不在だったため、あっさりとマケドニア軍に城門を開きました。ただフェニキアの中心的な港湾都市キュロスだけは頑強に抵抗しました。キュロスは大陸側の旧市街と大陸から800メートルのところに浮かぶ島にある新市街とからなっていました。島は周囲4キロで海面から高さ45メートルにもなる城壁が巡らされた難攻不落の要塞でした。アレクサンドロスは大土木工事を開始します。大陸から島まで突堤を築き始めたのです。苦労の末に突堤が出来上がると、その先端に工場兵器を据えて島への攻撃を開始しました。しかしキュロス側も城壁の上から弓で激しく応戦し、可燃物を満載した船を突堤にぶつけて燃やそうとします。工場船は難航しますが、間もなく転機が訪れます。フェニキアとキプロスの200隻の艦隊がペルシャを離反し、アレクサンドロスの側についたのです。フェニキアとキプロスの艦隊は島の2つの港を封鎖しました。敵の船が外に出て来られない状態で城壁を破壊する波状槌を乗せたマケドニアの船が南側の城壁を破壊しました。そこから兵士が流れ込み、ついにキプロスは陥落しました。この攻防戦は丸7ヶ月に及びました。南下を再開したマケドニア軍は途中シリアとエジプトを結ぶ要衝ガザで再び抵抗に遭います。周囲3キロの丘の上に築かれた城塞都市を2ヶ月の攻防戦の末に陥落させてからエジプトへ進みました。エジプトはほんの11年前にペルシャに征服されたところであり、ペルシャへの反感が強く、数年前には反乱も起きていました。そのためペルシャのエジプト総督は抵抗を一切せず、アレクサンドロスをエジプトの解放者として歓迎します。アレクサンドロスはメンフィスでエジプトの神々に犠牲を捧げてファラオ、つまりエジプト王となりました。翌年の年初、アレクサンドロスはナイル川を下ってナイルデルタの西の端に都市を築くのに最適な場所を見つけました。後にプトレマイオス朝エジプトの首都となり、現在でもカイロに次いでエジプト第二の人口を要するアレクサンドリアです。その後砂漠を越えてエジプトの守護神アモンの神殿を訪れます。側近たちを残して神殿の奥の部屋に入ったアレクサンドロスは、部屋から出てきた後自分が神の子であることが証明されたという声明を出しました。約半年間の滞在の後エジプトを進発し再びフェニキアに入ります。そしてキュロスに滞在している時、ギリシャで反乱が発生したとの知らせを受けます。スパルタの王アギス3世がペルシャの支援を得て放棄したのです。アレクサンドロスはすぐに艦隊を派遣しました。反乱は大規模で、一時は反乱側が優勢となりますが、翌年春に鎮圧され、以降スパルタはマケドニアに支配されることになります。またこの頃ペルシャのダレイオス3世から講和の申し入れが届きます。講和の申し入れはこれが2度目でした。その条件は、人質となっている彼の家族の返還を求める一方で、ユーフラテス側から西側のペルシャの領土を割譲すること、王女をこし入れさせること、賠償金を支払うことでした。しかしアレクサンドロスは講和を一生に付します。そしていよいよダレイオス3世との決戦のため東に向かって進発します。マケドニア軍は東方遠征に出発して以来、ここまでほぼ負け知らずで来ていますが、なぜそんなにも強かったのでしょうか。無敵のマケドニア軍はアレクサンドロスの父フィリッポス2世が作り上げたものでした。強さの理由の第一は、フィリッポスの独走による歩兵の長槍とその密集陣形です。
槍の長さは 5.5 メートルもあり、戦闘では前の4列は槍を水平に持ち、5列目より後ろは槍を上に向けて持って待機します。通常の槍は2から3メートル程度なので、このハリネズミのような隊列で進んでいけば、敵の槍が届く前に相手を攻撃することができました。このマケドニアの密集歩兵軍団はアレクサンダー大王の後も100年以上にわたって無敗であり続けました。次にフィリッポスの時代に数々の工場兵器が考案されたことです。これまでにお話してきたアレクサンドロスの戦いの中ではパリカルナッソスとピュロスの攻城戦で石の玉を打ち出す射出機が使用され、ピュロスでは城壁を破壊する波状槌も使われていますが、いずれもフィリッポスにより導入された兵器です。それから機動性です。ギリシャでは通常重装歩兵1人が武器や食料、道具などを運ぶ召使い1人を伴いました。スパルタについては1人の兵士が7人もの召使いを伴ったといいます。ペルシャ王に至っては家族や多数の従者を従えて戦場に赴き、それはあたかも首都と宮廷がそのまま移動するかのようでした。従軍する人数が増えれば、携帯しなければならない食料が増え、人の食料や荷物が増えれば、荷車を引く家畜のための飼料もまた増えてしまいます。そして行軍の速度はどんどん遅くなります。他方、フィリッポスは武器も食料も兵士が自分で運ぶこととし、従者の数は歩兵10人につき1人、騎兵1人につき1人に制限し、家族の同伴を禁じました。前回の動画で紀元前335年にテーベが放棄した時に、イルリアにいたアレクサンドロスがテーベまでの行程の3分の1が険しい山道となる400キロの道のりをわずか2週間で走破したというお話をしましたが、そのような迅速な動きができたのもフィリッポスが育てた軍の優れた機動性のゆえです。さらにマケドニア軍がフィリッポスにより厳しい訓練を施され、規律が極めて厳格な鍛え抜かれた軍だったことです。宿屋の盾ごと引きの女性を陣営に連れ込んだ指揮官は国外追放にされ、行軍中に喉が渇いて飲食店に入った兵は鞭打ちの刑に処されました。勝手に武装を解いた兵が死刑に処されたこともあったといいます。以上の4点はいずれもフィリッポスによるもので、これではまるでアレクサンドロスの偉業は父親の自責に乗っかっただけのように聞こえてしまいそうですが、マケドニア軍の強さの秘密には他にも重要な点があります。それはアレクサンドロスの戦術が天才的だったということです。グラニコスやイッソスの戦いでは、彼の巧みな傭兵がなければ兵の数では圧倒的に勝る敵を撃破することは難しかったでしょう。次の章でお話しするガウガメラの戦いでは、グラニコスとイッソスでの戦いを経て一層磨きがかかった彼の戦術が炸裂し、敵を撃破することになります。さらにもう一点、アレクサンドロスの統率力が優れていたことを挙げておきましょう。グラニコスの戦いでも、イッソスの戦いでも、ガウガメラの海戦においても、アレクサンドロスは常に部隊の先頭にあって、剣や槍を振るい、それを見た兵が大いに鼓舞されて、マケドニア軍は爆発的な破壊力を得ました。他方で、イッソスやガウガメラの戦いにおいて、ペルシャ王、ダレイオス3世は、敵が迫ってくるとすぐに逃げ出してしまい、そのために、軍は総崩れとなりました。この王の統率力の差が、両軍の強さの大きな差となって現れるのでした。なお、軍の将軍ならまだしも、国家の元首が命を落とせば、その海戦で負けとなるだけでなく、すぐに国が崩壊するかもしれないと考えると、王が身を危険にさらして戦うことは、手放しで評価されるべきこととは言えません。紀元前331年7月、アレクサンドロスは地中海沿岸を離れてペルシャの内陸へと向かいます。地中海の沿岸はペルシャに征服された地域なので、基本的に彼は地域の国や住民に解放者として迎え入れられましたが、ここからは完全な敵地を進むことになり、物資の調達や諸都市の占領はずっと難しくなる新たな戦いの始まりでした。アレクサンドロスはダレイオス3世のいるバビロンを目指しました。もともとユーフラテス川を使って物資を運搬し、川沿いにバビロンに向かうつもりでしたが、ユーフラテス川に着いた時、命じておいた兵糧が集められていなかったため、バビロンの北側へ迂回して肥沃な農耕地帯が広がる地域を経由していくことにしました。マケドニア軍が東へ進軍を開始したと知ったダレイオスは、バビロンの北のガウガメラの平原を戦場に定めました。イッソスの戦いでは狭い場所で戦ったため敗れましたが、大軍に有利な広い平原地帯で勝負を決しようという考えです。
さらに、マケドニアの長槍に対抗するため、槍の長さを長く改良し、また、戦車が十分に戦えるように樹木を切り倒すなどして、戦場の一帯の整地も行いました。ダレイオスは準備万端整えて、マケドニア軍の到着を待ちました。マケドニア軍は歩兵4万、騎兵7000。それを待ち受けるペルシャ軍の数は明らかではありませんが、マケドニア軍の5倍程度だったと考えられています。隊列は兵数が圧倒的に多いペルシャ軍の方がはるかに長かったようです。普通に戦えばマケドニア軍がペルシャ軍に包囲され殲滅されてしまうのは明らかでした。戦闘はこのように進みました。まずマケドニア軍の右翼が右方向に移動します。そのままでは戦車隊のために平坦にしたエリアからはみ出してしまうので、ペルシャ軍の左翼がマケドニア軍右翼を押し戻すようにしてぶつかります。マケドニア軍右翼は隊列を斜めにしてこれに対しました。ここでダレイオスは戦車隊の突撃を命じました。戦車は横に鎌が取り付けられた強力な殺人兵器でしたが、マケドニア軍は魚車を引きずり下ろしたり、戦車隊に戦列の間を通過させてから孤立した戦車を集団で倒すなどして、この攻撃を撃退しました。マケドニア軍の右翼が右に広がり、隊列を斜めにしたため、ペルシャ軍左翼は左側に寄ってしまい、その結果、ペルシャ軍の中央と左翼の間に切れ目が生じます。これはアレクサンドロスが目論んだ通りで、彼は鎖型の陣形を作り、自らその頂点に立って、敵の切れ目に向かって突撃します。側面からの攻撃を受ける形となったダレイオスは、たまらず退却を始めました。他方で、パルメニオンが指揮するマケドニア軍左翼は苦戦していました。左翼が敵に押し込まれる一方で、中央軍はアレクサンドロスと共に前方に進んでいたので、マケドニア軍にも亀裂が生じていました。そこへペルシャ軍の騎兵が突入します。もしこの後ペルシャ軍騎兵が右に転じ、マケドニア軍左翼の側面から襲いかかれば、マケドニア軍左翼は壊滅していたかもしれません。しかしペルシャ軍騎兵は戦闘よりも戦利品の獲得に目がくらみ、マケドニア軍の補給陣地に襲いかかります。そこへマケドニア軍の第2列の歩兵が後ろから攻撃し、ペルシャ軍騎兵を敗走させました。こうしてガウガメラの大海戦は圧倒的な数の不利を覆して、アレクサンドロスの圧勝となりました。ダレイオスは複数ある首都のうちの一つのエクバタナへ落ち延びました。アレクサンドロスは南下し、バビロンに向かいました。略奪を行わないことを事前に通知してあり、バビロンの総督アザイオスは一切の抵抗をせずにバビロンの町と財貨を引き渡しました。住民たちはマケドニア軍を歓迎し、豪華な入場行進が行われました。アレクサンドロスはエジプトの時と同様に土地の宗教を尊重する姿勢を見せ、バビロンの神々に犠牲を捧げました。またアザイオスをそのまま総督に任じました。それまでは征服した土地の長官にはマケドニア人を任命してきましたが、ペルシャの従来の支配層と協調して征服地の統治を行う方針に転換したのです。バビロンに34日間滞在した後、ペルシャ帝国の首都のうちの一つスーサに向かいます。スーサもバビロンと同じく無血で開城しました。そしてこれもバビロンと同じく、それまでの総督が改めてスーサの総督に任命されました。その後、アカイメネス朝の発祥の地であるペルセポリスへ向かいます。3000メートル級の山が連なる真冬のザグロス山脈に沿って進み、途中、地元住民であるウクシオイ人の抵抗を受けますが、これを撃破します。さらに、ザグロス山脈に入って進むと、ペルシャ門と呼ばれる非常に狭い谷で、総督のアリオバルザネスが大軍で待ち受けていました。ここを正面から突破することは困難だったので、アレクサンドロスは大きく迂回して、敵の背後に出て後方から攻撃して、これを突破しました。ペルセポリスの占領は、翌紀元前330年1月です。バビロンやスーサとは異なり、ここでは兵士たちに略奪を許し、兵士たちの欲求を満足させました。また、4ヶ月の滞在の後の出発間際に、アカイメネス朝のシンボルともいえる、豪勢な宮殿群を焼き払ってしまいました。
東方遠征での最も劇的な事件とも言われるペルセポリスの宮殿の炎上は、宴会の席で酔っ払ったアレクサンドロスがアテネ生まれでペルシャに恨みを持つ遊女にそそのかされて衝動的に行ったものと伝えられています。しかし一方で放火は衝動的なものではなく熟慮の上での計画的なものだったとの伝承もあります。事件から2300年を経た今では真相は分かりえませんが、アレクサンドロスはペルセポリスに滞在した4ヶ月間、ペルシャへの報復や素直に帰順しないこの地方の住民に対する見せしめのためにシンボルである宮殿を破壊すべきかどうか思い悩み、一応計画も立てたものの実行には至らないでいた。しかし酒を飲んで気持ちが大きくなり勢いで実行したと考えれば、2つの伝承は矛盾するものではなくなります。5月の末、アレクサンドロスはダレイオスが逃れているエクバタナに向かって進発しました。するとダレイオスは9000人の兵と共に東方に逃げました。アレクサンドロスはこれを全速力で追いました。ダレイオスは東へと逃げていきますが、側近が次々とダレイオスから離脱し、その一部はアレクサンドロスに帰順しました。そしてついに残った側近たちがクーデターを起こし、ダレイオスを拘束してしまいます。ダレイオスは側近で王位を狙っているベッソスに殺害され、これによりアカイメネス朝ペルシャは滅亡しました。